あれ、これってピアノの音？誰か弾いてるの？こんなに綺麗な音色、初めて聞いた気がする。じゃダメ、全く思い通りの音が出せない。どうしよう、このままだと発表会で大恥をかいちゃう。なんで、どうして、私の何がいけないの？何？知らない人がじっとこっちを見てる。すごく怖いんだけど。でも、そういうことを表だって言うと揉めそうだし、ここは平静を装って、どなた様と聞くべきかしら。全部口に出てる。どなた様？ゴリ押しした。いいけど。私は白井日奈子、普通科の1年。あなたは？私は田谷文雄、特待科の1年よ。よろしくね。同じ1年生だったんだ。こちらこそよろしく。特待ってもしかしてピアノの？うん。あ、今の演奏聞いてたんだ。ひょっとして声も聞こえちゃってた？うん、素人の私でも綺麗な音色だと思ったから、別に自信持っていいんじゃない？このくらい当然だよ。少し練習すれば誰でも弾ける曲だし、逆に今のままじゃ発表会失敗するかも。そうなんだ。その道のプロじゃないとわからない世界ってやつかな。必要なものはもうわかっているの。へえ、そうなの？緊張感、ひりつくような熱気と切迫感、そして高揚。どういうこと？あえて言うなら、デスマね。デスマ？私のお父さん、IT 企業の SE やっていて、納期寸前の修羅場話をいつもしてくれるの。その象徴的キーワードがデスマよ。よくわからないけど、例えば？例えば、わあ、口に出すのも恐ろしいわ。やっぱり私もデスマを経験しないといいピアノが弾けないのかしら。いや、それはなんか違う気がするけど。とにかくデスマが気になるなら自分で調べてみるといいわ。新しい世界が開けること間違いなしだから。
そうだ、文雄が言っていたデスマのこと調べてみようかな。デスマ…デスマ…あった。デスマーチ、死の行進？な、何これ。非人間的で過酷な労働環境、 IT 業界ではよくあることなんだ。よくあっちゃダメだと思うけど。あ、デスマーチの体験記、これを見ればもう少し具体的にわかるかな。スケジュール遅延を解消するためにメンバーを増やした結果、情報共有が難しくなり、また進捗が悪化する。なんで？納期1週間前に大幅な仕様変更。そんなことあるんだ。え？納期は伸びないの？納期直前に重大な不具合が発生、突然技術者が会社に来なくなり連絡も取れなくなる。始発出社、終電帰りは当たり前で、会社で寝泊まりすることもある。デスマーチ中の労働時間は月400時間。リリースした後に不具合が発生して再びデスマーチが発生。将来 SE になるのだけはやめておこう。アコ、聞きたいことがあるんだけど。どうしたの？特待課のタヤフミオって子知ってる？ああ、もちろん。天才ピアニストって有名だからね。星の宮でピアノやっている子なら知らない人はいないよ。絶対音感も持ってるって話だね。あ、ちょっと、まあ別の意味でも変。天才だけど、そこも含めて面白い取材対象だよね。なになに？ひなちゃん気になる子がいるの？ライムたちにも教えてよ。別に、昨日の音楽室の前でちょっと話しただけだよ。ちなみに、白井ちゃんはどこまで知ってるの？タヤちゃんのこと。ピアノで特待科にいるってことと、あとは綺麗な音色を出せるってことくらい。そういえばお父さんが SE やってるって聞いたかな。そうそう、 IT 企業の社長をやってるんだよね。最近はうまくいってないけど、昔は随分成功してたみたい。あとはおばあさんが有名百貨店の会長をやってて、その影響で小さな頃からピアノを習っているとか、スパルタに近い練習で天才と呼ばれる腕を持つに至ったとか。私の持ってる情報はこれくらいかな。相変わらずよく知ってるな。いいとこのお嬢さんなんだね。で、ひなちゃんはどうしたいの？どうしたいって、だから私は別に。あ、そうだ、言い忘れていたけど、タヤちゃん最近すごく苦労していることがあるみたいだよ。発表会のこと？あ、知ってたんだ。そう、今度タヤちゃん結構大きめの演奏会に出るっぽいんだよ。でもちょっとスランプ気味で、うまくできるかナイーブになってるみたい。わかった、ハコ、情報ありがとう。どういたしまして。代わりと言ってはなんだけど、
そこの二人の私生活を密着レポさせて。ダメ、消すよ。白井ちゃん。まあこのお返しは改めてするってことで。ねえねえ、その子のこと様子を見に行かない？スランプって言ってたけど、誰かと話すだけでも気が紛れるんじゃないかな。ライムはどっちでも。私はやめておいた方がいいと思うけど。え、どうして？だってうまくいかないときはそうやって気を使われる方が鬱陶しいかもしれないし。でも放っておくのもかわいそうだよ。どんどん思い詰めて気持ちが悪い方に行っちゃうかも。それはそれでライムたちにとってはプラスになりそうだけど。ライム、またそんなこと言って。とにかく会いに行くとしても慎重に、よく考えて話しかけた方がいいと思う。私たちの言葉がどんな風に受け止められるか注意しないと。うん、ライムはそれでいいよ。まあひなちゃんがそう言うなら。何かアドバイスできそうなことは。やっぱり文雄自身が言っていたように、緊張感や切迫感を与えてみるとか。デスマーチ、あれはやめておこう。はあ、どうしようかな。いきなり押しかけて迷惑と思われるかな。でも別にいいよね。細かいことを気にしてられる状況じゃないし、白井さんの都合とか後回しで。あ、白井さん、こんにちは。だから全部口に出てるって。で、どうしたの？ピアノをうまく弾けるようになったの？え？どうしてわかったの？え？本当にそうだったの？うん、思い通りの音が出せたの。普段と違うピアノを使ったらすっごく滑らかに指が動いて。普段と違うピアノ？そう、つまり原因は私じゃなくてピアノだったのよ。音楽室のピアノを変えてもらえるよう先生にお願いしないと。本当にお騒がせだよね。だけど自分の使う道具を確かめなかったのは私の落ち度。これからは要注意だね。私は悪くない、何も悪くなかったんだから。ふみお、大丈夫？なんかテンションがおかしいけど。ん？私はいつも通りだよ。おばあ様が期待する通りの理想的な私。そう、全部ピアノが悪かったの。おばあ様がピアノ、あれ、私、おぼ、ピア、変わったの。ふ、ふみお、何を言って。なんで？うまく弾けるようになってそれで解決したんじゃないの？考えるのは後だよ、ひなちゃん。わかった。
ここは確かサラサの時は恐怖の感情だったよね。まさかひなちゃん何か思い当たることあるの？間違いない、これはデスマの影響。ひなちゃん多分それ違うと思う。とにかく探しに行こう。フラグメントに触れればわかると思うよ。そうだね。うん、魔物が集まっている場所を探そう。うん、じゃあ行こっか。この魔物苦手なんだよね。見つけた。あのフラグメントに魔物が集まってる。あれがフミオのフラグメントなの？さっきの暴走と似た波長だから間違いないと思う。混乱と驚きと、あと強い焦りが感じられる。混乱、驚き、デスマーチ。ひなちゃん、なんかもうその単語使いたいだけになってない？ゆず、ライム、行くよ。うん。このくらいすぐ終わるね。みんなを助けて。さあ来い。これで最後かな。ひなちゃんお疲れ様。ひなちゃん、ふみおちゃんの気持ちに触れてみようよ。です。それはもういいから。わかった、覚悟はできてる。
して、どうして理想通りにできないの？私なら完璧に弾けるはず。こんなの私が求める音じゃない。普通にいい音なんて進歩がないままだよ。私に求められてるのはもっともっと完全な音。発表会までもう時間がないのに、これじゃあおばあさまを失望させちゃう。どうすればどうすればいいの？これが文雄の感情？言ってたことと違う。全然うまくいってないじゃない。何が足りないの？私の何がダメなの？プレッシャーと完璧主義の板挟みになってる。天才と呼ばれているがゆえの苦悩か。私もスランプで苦しい時があったな。目標にしていたコンクールの前とか、すごくいっぱい練習したっけ。自信はあったけど、それでもどうしても不安で。そんな時に周りのみんなは、頑張って、期待してるねって言ってきて、悪気はないって分かってるけど、その励ましがすごく重くて。うん、文雄の気持ち分かったよ。おお、さすがひなちゃん。お疲れ様。よーし、戻ってふーちゃんと話そう。うん。白井さん、みんなどうしたの？人の顔を集団でガン見して超感じ悪いんだけど。でもここは心を広く持っていかないとだよね。だから口に出てるって。ってそんなツッコミはさておき、文雄、現実を突きつけるようで悪いんだけど、多分すぐにわかることだから聞くよ。ん？文雄が言う理想の音色が出るピアノってどこにあったの？ん？保健室？って、あれ？美術室？職員室？あれれ？本当は文雄だって分かってるんじゃない？そんなピアノなかったって。そんなはずない！私はちゃんと覚えてる。音色も指の感触も。でももういい！そんなに言うなら探してくるから。口挟まなかったけど、これでよかったの？うん、多分あの子の見たピアノってフラグメントの産物だよね。プレッシャーと完璧主義のぶつかり合いで生まれた理想の現像。そこまでの力を持つフラグメントってのも珍しいけど、少し異常なくらい理想の音のイメージにとらわれてたってことかな。うん、だからまずは現実を直視してもらわないと。今のままじゃ話が始まらない。ちょっと荒療治じゃない？大丈夫、きっとうまくいくから。どうだったって様子を見ればわかるけど。なかった。本当に夢だったの？もうダメ。私発表会には。違うよ、白井さん。私もずっとバレエをしていたから文雄の気持ちはわかる。ううん、もちろん
ピアノの音色の違いなんてわからないし、そもそも私は文雄の演奏をいいと思ってたけど、今の文雄は表現者としての心構えを見失っている。表現者としての心構え。確かに自分の理想を追求していって、それをお客さんに披露するやり方もあるよ。でも今の文雄は理想に振り回されてるだけ。伝えることができてないよ。大事なのはあくまでお客さんがどう感じるかなんだから、演技する側が満足してるかなんてどうでもいい。あなたの演奏が何を表現していて、お客さんがその演奏から何を受け取るか、それが重要なの。わかる？表現者は自分を殺さなきゃいけない。自分を殺す？あなたが感じるんじゃなく、聞いてる人に感じさせていかないと。でもそんな冷たい演奏じゃ聞いている人の心は動かせなくて。私は文雄の奏でる音すごく綺麗だと思ったよ。あの演奏をした時、文雄は何を考えていたの？あの時は弾くのに夢中で。そう、何も考えてなかった。でも私の心は動かせたよ。あ、そっか、白井さん。うん、何かちょっとだけ糸口が見えた気がする。文雄は実力があるんだから、あとは心の持ちようだよ。じゃあひなちゃん、これ。うん、文雄、これつけておいて。指輪？お守りみたいなものだよ。正直デザイン的には趣味じゃないけど、ここで断ると角が立ちそうだから受け取っておくか。あえては言わないけど。ちょっとグーでパンチしてもいいかな、この子。うん、ぴったり。できる限り大事にするね。まあそう言ってもらえるとありがたいかな。じゃあ必要なことは大体分かったし、おいとまするね。早く音楽室で練習しなきゃ。じゃあねー。ひなちゃん、あの子の気持ち本当に理解できたの？裏表はないと思う、多分。今日は疲れたな。白井さんはいた？文雄、どうしたの？昨日のお礼を改めて言おうと思って。あの時はありがとう。白井さんのおかげで一歩前に進めたわ。へえ、わざわざお礼を言いに来てくれたんだ。律儀なところあるんだね。おばあさまに言われたから。いいお友達を持ったわねって。あと今回は無理して倒れちゃったから反省するようにとも。え、倒れたの？
一昨日の放課後、デスマーチの感覚が欲しいと思って徹夜でピアノを弾いてたの。本当に実践したんだ。そうしたら倒れて保健室に運ばれたの。じゃあその時にピアノを弾いた夢を見たんだ。うん、余裕がなかったから深く考えることなく保健室のピアノで弾けたって舞い上がっちゃった。少し考えればありえない話なのにね。でももう大丈夫だよね。もちろん。あ、でここからが本題なんだけど。本題？実は白井さんに協力してもらいたいことがあるの。私ピアノのことなんてわからないよ。うん、知ってる。別にそういうのは期待してないから。じゃあ何をすればいいの？白井さん昨日言ったよね。聞いた人がどう感じるかが大事って。そうだね。だから私の演奏を聞いてどう感じたかその都度教えてほしいの。え？え？白井さんにアドバイスもらえるなら私自信を持って演奏を修正していけるから。あのでも。うん、じゃあ決まりね。早速今から演奏するから聞きに来て。いや、ちょっと私の都合は。善は急げって言うじゃない。発表会までの時間は限られてるんだから。